特選カルビーカップ優勝者表彰を行います。見事優勝の栄冠に輝いた守屋美穂選手の登場となります。皆様盛大な拍手でお迎えください。守屋選手おめでとうございます。それでは各種表彰を取り行います。まずはじめに丸亀冒頭競争執行委員長大林悟より優勝カップが贈られます。大林様よろしくお願いいたします。優勝カップが手渡されました。では次に優勝賞金目録が贈られます。おめでとうございます。大林様ありがとうございました。では最後に丸亀城お笑い人力車芸人の大木亀丸様より花束が贈られます。よろしくお願いいたします。花束が贈られました。おめでとうございます。プレゼンターの皆様ありがとうございました。どうぞご講談ください。それでは続いてプレス撮影に移りたいと思います。プレスの皆様、ファンの皆様、写真のご準備はよろしいでしょうか。はい、それではまずは優勝カップを手に、取っていただきます。プレスの皆様は手を挙げていただいて、はい、合図をお願いいたします。はい、とびきりのスマイルで取っていただきましょう。はい、さあ本当にね、緊張の中、いろんなプレッシャーがある中、守屋選手戦ってきましたが、はい、素敵な笑顔を見ることができました。はい、よろしいでしょうか。はい、プレスの皆様もよろしいでしょうか。います。それではですね、守屋選手の喜びの声を聞いていきたいと思います。少しマイク、あ、はい、ありがとうございます。すいません。さあ改めまして、優勝に輝きました守屋美穂選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今のお気持ちをお聞かせください。いや、ちょっとタンマーク漏らしてしまったのがちょっと、はい、ドキッとしたんですけど、はい、嬉しいです。はい、優勝インタビューの時には、はい、ファンの皆様が、ね、たくさん来られているので期待に応えたいというお話もありましたが、はい、レース振り返って精一杯のターンはできましたでしょうか。いや、ちょっと反省点もあるんですけど、はいはい、エンジンのおかげで優勝できたと思います。はい、まず伺いたいのが進入なんですけれども、はい、1対5の体型、はい、これはどのような心境だったでしょう。いや、特に、はい、あ、そうなんだなみたいな感じで、はい、経験したことあったので、はい、動揺することもなく平常心でレースできたと思います。あ、そうですか、さすがです。そしてスタートに関してはコンマ11あたりのタイミングでした。はい、このスタートに関してはどのような感じでいけたでしょうか。そうですね、行き足も良かったのでスローからのスタートは、大丈夫だと思ってたので、はい、全速で行けました。はい、もう3周は落ち着いて回れたという感じでしょうか。そうですね、はい、乗りやすさもあったので、はい、安心してレースできました。はい、本当にモーターはトップ級だというお話あったんですが、はいはい、最終的な調整というのはどのようにできましたでしょうか。そうですね、はい、しっかり今日の気象条件に合わせれたと思います。はい、最後までトップクラスの船足を維持できたということでしょうか。はい、はい、
そして丸亀は3回目の優勝となります。はい、その丸亀水面については優勝3回目飾って、はい、どんなお気持ちでしょうか。そうですね、はい、香川県は幼少期育った場所なので、はい、頑張りたいという気持ちがすごく強いです。はい、はい、見事ファンの皆さんの期待に応えました。はい、この後はですね、小島でのオーシャンカップなども控えています。はい、あとは都のレディースチャンピオン、はい、そして福岡のボートレースメモリアルなど、はい、本当に記念レースが続きますが、そのあたり、次走に向けての意気込みなどお聞かせください。そうですね、技術はまだまだ未熟なので、はい、少しずつでも成長できるように目の前の一走一走、はい、頑張っていきたいなと思ってます。はい、それでは最後にお集まりいただきましたファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、平日の夜にもかかわらずこんなにたくさん残っていただいてありがとうございます。皆さんの期待に応えられるよう、早く結果残せるよう頑張ります。見ててください。見事優勝しました森谷美穂選手でした。本当におめでとうございました。はい、それでは名残惜しいですが、森谷美穂選手が退場いたします。どうぞ皆様、今一度盛大な拍手でお送りください。さあ、ボートレース丸亀ヴィーナスシリーズ第6戦カルビーカップの優勝は森谷美穂選手となりました。ファンの皆様は6日間にわたって多数のご来場、ご声援、誠にありがとうございました。次回のボートレース丸亀の開催なんですが、8月1日より札幌ビールカップ2023が開催されます。少し期間は空きますが、また次節もどうぞボートレース丸亀にご期待いただきたいと思います。以上をもちまして優勝者表彰を終了いたします。皆様お気をつけてお帰りください。本日はありがとうございました。